茅場駅は、岐阜県岐阜市、茅場付近にあった名鉄伊比線の駅である。1914年に、伊比線の前身である、菊田景弁鉄道の駅として開設された。1944年に休止となり、1969年4月5日に、正式に廃止となった。石垣の短式ホームがある、地上駅。伊比線の廃止後に、線路は撤去されたものの、 2017年11月、現在も、ホーム跡の一室見の森土として残っている。国土地理院2.5万地形図、北方、1932年、徳田光一、名鉄600ボルト線の廃線を歩く積別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2005年、144ページ。 ISBN 978から4から533058837。京弁鉄道運輸開始。官報1914年4月9日 ABC。岐阜の鎮鎮。電車岐阜市内線と美濃町。伊比谷組線の85年強度出版社。1997年。220から230ページ。ISBN 4から876700974。 地図で見る岐阜の変遷日本地図センター、1995年、1920年の地図。ISBN4 億8894万6 0 8 x ありがとうございます。